ハローニーハオこんにちは、オーメンズイレブンゲームチャンネルの時間です。やってまいりました、この時間、はい、テンション低いんじゃないの。いやハイテンションじゃん。そうですね。あ、出たこのハイテンション、よし。ですね、今日でクリスマスガチャ、うん、鮭みたいって、そう、第一印象鮭、はい、いいですか、はい。クリスマスガチャ、はい、最後にしたいと思います。はい、もう合計で今のところ53、4、5連ぐらいして、そうですね、雫はゲットできず、はい、というところまで来ております。はい、でね、もうこれ以上ね引いてもジュエルなくなっちゃうんで、本当に島もないし、そうですね、危ないんで、はい、諦め時かなというところで、はい、最後に、そうですね、ガチャを引きたいと思います。で、僕ツイッターで、はい、11連か、はい、単発のどっちがいいかなっていう風に、はい、ちょっと上げてみたんですけど、はい、もう本当に意見がみんな半々で、皆様、うん、単発がいい、11連がいいですよ。まあ普通に考えたら11連が得じゃないですか、当然、はい、ただなんかあっさりすぎててドキドキ感もないというか、そう、ね、単発のドキドキ感はありますよね。いいですね。なのでせっかくご意見をいただいたので、はい、今回はハーフ&ハーフまさにそうなんですけど、ハーフ&ハーフ、いや、ハーフ&ハーフにはできないんで、え、単発5回と11連を1回引きます。で、はい、先に単発を5回引きます、はい、で、その途中で雫が出たらやめます、当然、はい、で、え、そうでしょう、あ、そうで、単発5回引いてもし出なかったら、はい、最後に6発目で11連引きます、はい、ということは250の75、325個だからジュエルを16体分、そうですね、16体までできるってことですね、はい、こんだけやれば出るでしょう。そうですね。で、今回のガチャオカルトが、はい、最後にふさわしく、はい、今まで使ったガチャオカルトを一回一回使っていこうと思います。出たじゃあまず一発目いきます。ちょっと画面だけ用意しておいてね、これだよね、はい、いきますね。単発、まあ僕たちの動画最近見てくれた方は知らないオカルトもあるかもしれないですけど、はい、まずはじゃあ早速いきますね。ガチャオカルトだけでもね相当の数ありますんで、ね、はい、100個近くあるんじゃないですかね。全然ありますよ、はい、その中の一つ、はい、覚えてますか。いきますよ、はい、3、2、1、さあほらー、懐かしい、来い来い、もう来ちゃっていいから、はい、来た、はい、あー、はい、なるほどね。これ何狙いの時やったんだっけ、忘れたね、忘れた。で、これ使ってたりか出たかもう覚えてない。いや、出てないよね、出てないと思う。その後にシャンピニオンの、うん、キノコで、キノコの山、里で、キノコの山か、うん、やったんですよね。まあまあまあ、ね、まだこれ確かね、月耳のガチャの時ぐらいだと思うから、まだ最近かな。そうだね、うんうん。で、続いてが、はい、お金の力に頼ってガチャを引いてみたとか、なんかやってくれて、画面を隠したんだっけな、こうやって。あの時5000円だったよね、あれ忘れたな。けど今回は1万円で単発です、うん、で、なんかあれだよね、あ、押しちゃったっつって、なんかそうそう、だから結果画面触っちゃったからダメなんだよ、画面触んないように。うん、昔ね、いきます、はい、まあ、結局パソコンも消しよう、パソコンも見ちゃいけない、パソコン見ない、パソコン、あだから音もね、ちょっと音も、何が来た、マジかよ、マジかよ、やめてくれよそういうのはもう2発終わってしまいました。はい、2発ね、そして、いいぞやっちゃえ、やっちゃえ。単発5回で出たらみんなつまんないよ、視聴者の皆さん、450、今455人登録してる皆さん、プラス登録しないで見てる皆さん、登録してない人を数えたら1万人ぐらい見てるんじゃないですかね。そうですね、はい、すごいね、もう引く気が起きないよ。あ、でもガチャ動画300、 あ、これなんだっけ、タイダの、タイダだ、タイダですね、キング、これでキング出しましたからね、タイダの、しかもタイ、あれタイダってキングのあれだって、そう、ズバリ出てたんですよ、そうそうそう、ちょうど、キング狙いで、じゃあこれキング出ちゃうんじゃないの、出るかな、それはそれでもしかしたらじゃあ行きますね、めんどくせえ引くの、
あーめんどくさい。よいしょ。ガチャガチャしなきゃいいのに。ガチャしたくない、もうしない。白猫やめたいよ。ね。ね。最近やめる。これで出なかったらやめる。おっ。あー、ちょっとドキッとした今。そうね。なかなかしぶといね、今日は。あ、なるほどね。ケツおっぱいの人。そうですね。ケツおっぱい。じゃあ続いて連続でいきたいと思います。はい。 ET 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 って言う？そうやって。確かね、彼ね、出なかったんですよ。そう、月見の時ですよね。お友達、そうそう、月からの使者みたいな感じ。あー、そうだ、月見の時だ。 ET ET って、そんな ET ET。 あ、そう、押せないから手伝ったらごめん。あ、違う、しゃ見てない。 ET、今回は頑張れ。 ET 逆光だよ。あ、すげえ。2連続来てる、来てる。おー、来てるね。来てる、やばい、やばい。今来てるよ。来てるね。はい、今何回目？4回目。次で5発目、単発、はい、終わりです。11年やんないやつさ。次、じゃあちょっと支えててもらっていいですか。はい。僕がやったオカルトじゃないんですけど、来てます、ね。あー、でもこれはすごかったですよね。あ、はい、これね、見事に出たんで。これは私が出したやつで。あ、これちょっと股間がね。あ、もっこりが、もっこりが、もっこりが。はい、頭にお股を。あれ、頭におまたに、あまたを、あ、おまたにあまたを突っ込んで。え、これ、頭さ、いきまーす。見える、見える。はい、か、頼む。あまた来い、あまた、あまた来る、あまた。懐かしい。ああ、やっぱ俺の呪いが俺の呪いがやばい、呪いどかちゃった。ひどい、ひどい。もうやだ、後がない。いや、でもね、これは前触れですよ。嵐の前の静けさっすよ。疲れた。というわけで、単発はね、やっぱりね、今まで使ったガチャオカルト持って、うん、もうね、はい、持ってしても出ません。なかなかね。11連目は、最後の11連は、あの、伝説の紙引きか、紙引きをお見せしたいと思います。すごかったですね。はい、ですね、はい、福山雅治さんが結婚した頃に、福山雅治さんにお祝いのメッセージを送ったんですよね。うん、ありましたね。で、桜坂を歌ってガチャ引いたら、なんとテトラが4体出るという現象。ちょっとさ、男に触られるの。じゃあ、ありがとうございます。結局歌うと長いかな。けど11連だからな。君をずっと幸せに、風にそと歌うよ。 Ooh yeah、 夢は今も夢のままで。11年、いけー。11年の中に入ってるでしょ。11年押した、押したよね、今。あー、来た来た。11年、お、12、3、テトラ出んじゃない？ 5、テトラ6、7、来い。7、まあ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 、まあ、けど読み込んでないね、ちゃんと見てなかった。でも読み込まなくても新、ね、新しいキャラ来る時あるからね。うわー、あー、これ、ね、もうかぶりが来る頃だからね。こらわり的に3個消費、もう5体持ってますからね。4個消費、5体ね、5個消費、6個消費。1体も出ないパターンか。ルーシーか。かな。ルーシーか。残り206個か。どうすんだよ、この空気。あんた。悔しい。この空気、どうにかしてくれよ。なんかや、どうにかしてくれよ。やる？いや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 、206個か、中途半端だね。中途半端、もう単発しか弾けない。うん、なんだっけ、どうしよう。ルーシー、え、だってどうするこれ。ルーシー合成して雫なんじゃなかったっけ。ルーシーとルーシー、ルーシーとルーシー合成させて雫なんじゃなかったっけ。それにいいか。いや、まだね、ガリさんガチャ引いてないからね。今余裕ない。嬉しいんすよ。嬉しくないよ、何言ってんだよ。でもまあ確かに、自分が引く前に自分が欲しいキャラを出されると、
俺の時もう出ねえじゃんっていう気持ちになっちゃった、ね、ありますよね。おうおう、え、油断できねえよ。うるせえよ。まあ、次じゃ金が出たらやめる。あ、出た。金だ。あ、見てんじゃねえだよ。見てんじゃねえ。やだ。ね。ほんまにな。だっつうの。ほんまにな。いや、これ止まんねえじゃん。止まんな、止まんなくないよ。あと3、まあこれ含めて3回か。止まんなくない、止まんなくない。始まった。え、全然始まってないし。始まった、始まった。全然イライラもしてないよ。カット。頭もね、なってるわけでもないし。2回分か。え、ん、何が、あと待って、あと何個、あ、まだか、あ、まだあるか。単発 10回くらいなのかな。はい、あれおかしいな、なんかおかしいね。あれじゃん、気持ちが入ってないからじゃん、1回ね、なんかポンポンポン。気持ちとかいらないだろう、もうこれこんだけ気持ち込めて無理だったんだから。そうだね、6個カルト使ったからね。あ、せめてさ、ドキッとさせてくれ。そうね、あと何、あと3回でおしまいだよ。あ、あと3回か。何連したんだよ、そしたら合計。まあ5の5、16、200の200個残ったってことは8連できんの。24か、全部取ったら、うんうん、あ、まあそっか、全部10連、500あったもんってことは合計で多分74連、5連してんのかな。はい、ねえ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 、まずさ、全然やばいね。星4、ラストやんこれ。最後なんかやんなくていいの、このクリスマスガチャの最後の最後。オーメンさんね、最後ですよね、うん、そう、なんかありましたっけ、なんかあったな、簡単にできるやつ。やがてくる、超音痴じゃん。掴みすぎても超音痴じゃん。どうしたの、なんかありました、クリスマスの曲。あ、クリスマスの曲、はい、あれだ、ぴったりしたいクリスマス。ぴったりしたいクリスマス。俺だからやめて、そういうの。ガリさんしかできないようなこと。そうだね、できないわ。なことないでしょ、歌えないでしょ。クリスマスの曲ね、あの代表的な、代表的なやつ、代表的なの、うん、なんだっけ、え、あれ、きっと君はこうなる、全然こう、 EVE ってやつ。ザ・カンクルバージョン、きっと君は来ない、 EVE ってやつ。一人きりのクリスマス、それが自分でも変じゃない。サイレンナイト、コードが全然わかんない。ホーリーナイト、よっしゃ、来るぞ今、ね、クリスマスプレゼント。来ないって歌っちゃった。きっと君は来ないって。わぁ歌い終わった時に俺もハープ持ちハープなんて立ちた。もうやだ、もうやだ、本当だ、来なかった。ジュエルも取っとこうと思ったのに完全に崩壊した。崩壊したね、崩壊した、精神崩壊した。やっぱね、欲しいキャラ出ないと、ね、残ってるとね、うん、引いちゃうんだよ、ね、このぐらい。そう、まあ正月これ引けなくなった。大丈夫大丈夫、うん、まだ島まだあるから、うん、24年で、合計75連ぐらいかな、もっとしてるかもしれない、うん、80連近くもしかしたらって、単発でも見てない、誰も見てないところで弾いてるんで、こそこそね、80連ぐらいして、はい、雫は手に入りませんでした。手にしたキャラが、はい、まあ、雫とシャオフとディオニス以外の5体、ね、5体ここかぶってるんですよ、全く一緒でした、全く一緒で、今回は完全敗北、ついに手に入れられませんでした、はい、月見の時こんな気持ちを味わってたんだね。味わってた、俺も結構使ってたんね、あの時ね。そうでしたね、島掘りに夢中だった、うん、エブリで島掘り、ショックです、エブリでエブリだよ。これからガリさんのガチャ動画撮りますんで、ね、どうかな、その動画で僕も笑えたらいいなと思います。というわけで、はい、もう15分また行ったよ。15分行くから長いよ、長い長い、本当、ガチャ動画、この動画を見て僕に同情してくれた方はグッド評価をぜひお願いします。そしてチャンネル登録が済んでない方は
概要欄からぜひチャンネル登録をして年内中に、チャンネル登録者数500人いきたいんで、ぜひお願いします。はい、お願いします。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。